前のフェイトの前はついておりませんでしたけど、このフェイト、重さがあることによって、旋回をするときには、これを持ち上げて旋回しますね。持ち上げて、くっと、回して、回る。あとはもうタイヤの大きさが小さかったり大きかったり、それでも値段が変わってきますので、それで大きくなったら15個くらいあります。その中から皆さんのその馬力帯を選んでもらったりとか、ギア数が多い方が値段がちょっと良くなりますね。お、通常一般でよく売れてるのがこれです。はい、標準ロータリーのタイプでですね。で、もう一つ上のなんか作業をしたいという方には、こういった開閉して土を上げていくようなタイプも人気が出てますね。あとはこちら新型の針なんですけども、今日はこの目玉商品で前の新型の針から4年までありましたからね。4年の中の針でも向こうにあるんですよ。で、これらのちょっと目玉商品なので少し安いので、見比べていただきながらですね、普通の針だと変わったところはこのハンドルの高さ、そしてエンジンですね。
行しやすいですし、中を見ていただいたら、あの収量センサーと、あと水分を測るセンサーが中に入ってますので、はい、もう今グレンタンクの中にどれだけもみが入っているっていうのも画面上で確認ができるようになっています。Thank you.